さあということで後半は以上のメンバーです。お願いいたします。お願いします。さあということで、後半も、テーマの方を出しましてアンケートを取っております。1個目のお題こちら。今自分の中で一番好きなアイドルソングは。なるほど、アイドルが好きなアイドルの曲ということでございますね。さあそれでは聞いていきましょうか。じゃあまずアフィリアのももこさんから聞きますか。はい、はい、あ、腹黒認定バッジを持ってるももこさん。皆さんその色眼鏡でしか見てないですよ。どうですか。私が好きな曲は、AKB さんの初日が好きです。あ、AKB の何、初日が好きです。いい、最高。え、待ってください、ももこさん、ちょっと、ももこさんですか。AKB のあれあれあれ、初日、 AKB48 さんの初日が好きです。皆さん、もういい、ももこさん、アンケートでいただいてる曲ではドロシーのでもさよならって書いてる。これはやめてくださいよ、アドリブで媚び売るの。やはり腹黒い。嘘、やはり桃子さん腹黒い。白いで す, いです。ちょっと一瞬ミューポンが嬉しいって言ってたのに、めっちゃテンション上がったのに。ねえ、桃子さん多分あそこに座ってる人が変わることによって曲も全部変わってます、うんうん、システムがあるんですね。そんなことないです。え、どこが好きなんですか AKB の。全部が好きです。うわ、薄っぺらい。全部、薄っぺらくない。薄っぺらい、薄っぺらくない。巨像だ、巨像、巨像が喋ってるぞ。巨像が喋ってるですか。じゃあミューポンはどこら辺が可愛いですか。目と、あと歯が可愛い。歯が可愛い。分かってるってミューポン言われてますけど。いや、じゃあ嬉しい。ハマチと聞いてる。ちょっと素直に嬉しい。なるほど、結局ももこさんのね、十中のうちにハマってしまいましたね。やったー。やったって言っちゃったじゃない。え、やったって言っちゃった。ちょっと可愛くていいと思いますよ。ねえ、まあ、でもそこら辺もでもね、ドロシーのでもさよならも好きだ。はい、大好き。やっぱアイドルやりながらもアイドルさんの曲は気になるもんですか。そう、てかもともとアイドルが好きでアイドルになりたくって、アフィリアで最近入ったんでしたっけ。そうです、7月に入ったばっかりで。はいはいはい、フレッシュな。そうです。じゃあ念願のステージに立ててるわけです。そうなんです。なので、今いろんなアイドルさんとご一緒できて幸せです。ありがとうございます。もう座っていいです。はい。ありがとうございます。さあ、そしてちょっと飛行気になるんですよね。これ言う、やっぱり言った方がいいか。ファーストサマーウイカさんね、一番好きなアイドル、はい、僕ちょっと存じ上げないんですけど、これ。え、そうなんですか。多分皆さん、多分結構好きなアイドルさんの上位に入ってると。僕が知らないだけ、ね、多分そうです、そうです。ちょっと、私もちょっと聞いたことがない。え、本当ですか。たまたま2人が珍しいパターンかな。珍しいパターンだと思います。あの、発表してもらっていいですか。ドロオタには有名な。あ、本当ドロオタには、はい、オナッターズさんのもっこしもこもこっていう曲が。いろいろ聞きたいよ。いろいろ聞きたい。ご存じないですか。いろいろ聞きたい。まず知らないし。え、すごい情報が渋滞してたな、なんか。え、なんですか。オナッターズのもっこしもこもこ。え、ご存じですよね、皆さん。あれ、ウイカさん。もっこしもこもこ、もっこしもこもこ、もっこしもこもこ、もっこしもこもこ。本当にアイドルソングなんですか。アイドルソングですよ。だって、そんな大先輩の嫁じゃないですか。え、僕知らないだけだ。え、吉本のドン、ダウンタウンさんの浜田さんの奥様です。小川夏実さん。そうですよ。が昔、そうです、やってたセンターでもっこしもこもこ、もっこしもこもこって言って、シュッキシュッキダーリンっていう。それあれ、ぜひぜひ、だこれからカラオケで絶対歌ってください、今度吉本で。もしカラオケがあったら、僕知らないところでブレー働いちゃったじゃないですか。なんだこれ、聞いちゃったよ、ね、いや本当にいい曲なんで、ぜひ皆さん聞いてください。でも面白そう。忘れられないよね、もっこしもこもこ、もっこしもこもこ。ほん、 PV も最高なんで、ね、見てください。いや、それを完全に完コピで振りできちゃうのがノットアイドルですよね、やはりね。そんなことないです、中身はノットアイドルです。無理です。違う、ノット、危ない危ない危ない、非少女って言っちゃった。違う、違います違います。完全にサラピンです、ね、新品。やめてください、うん、歌舞伎町の雰囲気に合わせないやめてください、うん、あ、すいません、あら。あら、違っちゃった。ということで、でも皆さんよかったらおなったはずする、もっこしもこ、僕の先輩の奥さんが昔やってたらそうなんで、よろしくお願いいたします。さあ、でも面白いですね、この曲ね、うん、さあ、そしてその流れで、じゃあ、あ、
吉橋さん、はい、は、はい、何ですか、これは。私、HKT48 さんの12秒わあ、いい。おお、私、48グループさんの大ファンで。おお、あ、そうなんですよ。その中でも HKT のこの曲が、その曲の矢吹奈子ちゃんのテトラポーターっていう部分がすっごい可愛いんです。やばい、超わかってますね。わかりますか。ミューポンの今の反応ってことは、はい、桃子さんは全然わかってなかったのにみたいな雰囲気。いや、わかってます。今のその曲知ってます？知ってます、知ってます。え、じゃあその続き、テトラポーターにてんてんてんじゃないんですよ。桃が好きなのは桜、みんなで食べたが好きです。いい、自分の方に持ってくのやめてください。今HKT の話してるんで、12秒の。いや、可愛いですよね。あ、でも、じゃあ好きなんだ。そうなんです、48グループさんも5年以上ずっと大好きで。なこちゃんって言ったら、あの中学、まあ、中学生の今、そうですね、中1、ね、そうです。みぼ、わかってます。はい、そこをセレクトするところが、あ、分かってる、本当に分かってるとこ。あー、素晴らしい。やったね。え、つい2分前までもっこしもこもこの話したとは思いません。さあ、続きまして次のお題はこちらです。あ、お題いかない。え、あ、そうだ、こちらもう一個あるんだ。ミューポンからこれ聞きたかったんです。ミューポンがだから、はい、皆さんは AKB だったりとか HKT って言ってて、うん、さあ、その大森美優は何を選ぶんだと教えてください。私はモーニング娘さんの恋 ING です。いい曲、好き、ごめんなさい、なんかモームスの中でもこれが好きな理由は、理由ですか、はい、もう直感で好きだなって、もう聞いてて、そう、運命感じたんですよね。へー、はい、これ聞いてた時はちなみに、はい、アイドルには、あ、まだなってないです。なってない頃に、はい、はあ、なんかね、たまたまなんですけど、このなんか会場に、CD が1枚だけあって、あ、唯一ね、この曲だけカラオケがあるらしいんですよ、今夜。たまたま、たまたま、たまたまあったんですけど、流していいですか。イエイ、よかったらミューポン、たまたまあったんで歌ってもらってもいいですかね。こんなことってあるんですね。あるんですね。すごい。じゃあ、まあ、たまたまあったんだったら、ならちょっと軽く、ちょっと軽くだけ歌わせて、ちょっとかけていただいて。恋 ING。